こんにちは、ネモです。パワープラプリやっていきます。今回は実況者リレー企画、みんなでミニバトルやっていきたいと思います。よろしくお願いいたします。企画説明の方をさせていただきます。今回コナミさんから僕、リョウさん、そしてミストさんの3人でいろんなミニバトルの種目を紹介するとともに、リレー企画でやったらわちゃわちゃして面白いんじゃないかっていうお話がありました。で、僕の方も実技そんなに得意ではないんですけど、みんなでやってこう楽しめるんだったらいいかなというところと、まあ、それプラスでね、ミニバトルの説明できる箇所をね、僕なりのところを皆さんにお伝えさせていただいて、少しでもね、こう僕もそうだし、皆さんにとってもね、ああこうやったらちょっとうまくいくんだなってことが知れたら、こう全体の動画としてもいいのかななんていうふうに思っております。で、僕の方は今回アプローチバントとスピードノックを担当させていただくことになりました。で、アプローチバントに関してはやはり高鉄ボールの処理がすごく難しいかなっていうところと、スピードノックに関しては一体まずどういうところを意識してやっていかなきゃいけないかっていうところから、皆さんにいろんなことをお伝えできればいいかなというふうに思っております。ぜひ最後まで見ていっていただけたら嬉しく思います。それでは行きましょう。はい、ということでアプローチバントやっていきたいと思います。ターゲットの中心目指してバントしよう、特殊なボールにもうまく対応しようということで、この競技何をするかというと、ピッチャーが5球投げていきます。それに対してバント5回します。で、その時にバントした球がフィールド内に置いてあるターゲット、旗の中心にいかに寄せられたかってことを競う競技です。で、この5回の投球のうち、2球目から5球目は特殊な球をピッチャーが投げてきます。2球目、3球目に全く弾まない重い鋼鉄ボール。4球目、5球目にめちゃくちゃ弾むバウンドボールですね。なので、そのあたりの特殊球の特性も頭に入れながら、しっかりと旗の中心に寄せていくことが大事になります。ということで、実技やってみましょう。まず1球目は普通のボールですが、しっかりと中心に寄せられるようにバットの下にね、当てて勢い殺しましょうと。いうところと、2球目、3球目ですね。ここが一番の難所だと思います。で、僕のこの動画では、とにかくこの円に入れるためのコツ、意識っていうのをすごくシンプルに伝えます。で、それが何かというと、とにかくバットの中心に球を合わせる、当てるということですね。そうすると、最低限この円の中には入って得点できます。で、この鋼鉄ボールは少しずれただけで、バットとボールの位置関係が少しずれただけで、地面にボールが叩きつけられたりとか、後ろに逸れて0点ってことがよくあると思います。僕もその一人です。で、それを一気に解消するではないですが、意識としてはバットの真ん中に当てさえすれば、最低限この円の中には入ると思います。それから自分の中で少し上、少し下っていう位置調整を試していただいて、上手くなっていただくのが一番いいかなっていうふうに思います。ではやっていきましょう。とにかくバットの真ん中。まあ、こんな感じで、まずは円に入れるってことを意識していただくのがいいかなっていうふうに思います。とにかくバットの真ん中あたり。ですね。で、こんな感じでフライボールを当てられると、最もこう、いい軌道を描いて中心に寄りやすいので、そのあたりも意識が必要かなっていうふうに思います。そして最後のバウンドボールですね。バウンドボールはとにかくボールが転がっていく、弾んでいくので、バットの下に当てて、まあ、初球と似たような感じですね。で、勢いを殺しながら近づけていくってことが大事です。ただ、このバウンドボールに関しては、初球と違って、こう、転がす距離が遠いので、殺しすぎるとそんなに中心には寄らないですっていうところがかなり難しいところかなって思います。行きましょう。気持ち。本当に気持ち。殺すぐらいの感じでこれぐらい寄りますね。もう一回行きましょう。気持ち殺すぐらいです。高めとかだと結構難しいんですよね。この高低と、あとはインアウトでも、この転がる、まあ、この距離とか、行く方向が変わってくるので、そのあたりは非常に難しいと思います。ただ、練習すれば、しっかりと上手くなっていく競技ですし、2球目3球目の鋼鉄ボールもバットの真ん中に当てて円にまず入れる。4球目5球目のバウンドボールに関しては、初球ほど殺しすぎないけど、勢いを少し弱めるってことを感覚的に学んでいけば、しっかりと得点は出されるようになると思います。はい、ってことでスピードノックやっていきましょう。素早く画面をフリックして30球のノックを成功させようということで、ノックが始まるとプレイヤーの前にこんな感じで円のゾーンが出現します。
その中の白の枠が高得点のゾーンになっているので、そこにフリックして点を稼いでいこうという競技になります。で、詳しくは実技をしながら説明させていただきますというところと、その30球の中で特殊なシーンが9回発生します。9球ですね。で、まず一つ目がトゲトゲボールです。トゲトゲボールは赤の回避のところに画面をフリックして、その球を避けるということが3回必要。そして、ジャンプに関しては上の白のゾーンが赤に覆い尽くされる前にフリックしてジャンプして補給。そして最後が全部赤の動くなんですね。動くなに関しては右左に動いてしまうと正面に来るはずだった球が取れなくなってしまうので、ここが一番難しいポイントかなというふうに思います。そちらすべてを踏まえながら実技やりたいと思いますので、ぜひぜひ見ていってください。ということで行きましょう。緊張。で、この白枠にね、とにかく、フリックをして点数をね、パーフェクトで稼いでいくことが大事になります。で、時折ああいう形で特殊玉が混じってきますので、まあ、そのあたりもケアをしながらやっていく競技になりますね。で、簡単そうに見えるかもしれませんが、すごい神経は使います。なので本来は喋らずに落ち着いてやれる場所で、ぜひ皆さんはやってください。緊張するな。あと特殊玉に関しては来る回数が決まっておりますので、その回数をね、しっかりと頭の中でカウントしながら動くことも一つ大事な要素としてあると思います。怖ー、怖ー、危ねー。まだジャンプとか、あとは動く名も残ってるんで相当怖いですね、これ。うわー、危ねー。あと動くのは何回だろう。はい、いやー、なんとかここまで来たらコンボは崩したくない。おし、オッケー。ということで、フルコンボはなんとかできましたね。ただ、スコアに関しては、すべてパーフェクトではなかったので、8万点ぐらいになりました。おさらいさせていただきますが、コツとしては、しっかりと特殊玉の回数をカウントすること。あとは、落ち着いて、ゆっくりやれる場所をしっかりと選んでやること。あとは、選手の守備能力や持っている特殊能力に応じて、円が縮まるスピードも変わりますので、そのあたりも考えていただきながら、選手選択、プレイングをしていただくと、スピードノックはよりうまくいくんじゃないかなというふうに思います。はい、ってことで、いかがでしたでしょうか。スピードノック、アプローチバントとも、先ほど説明させていただいたことを意識していただくと、少しうまくいくんじゃないかなというふうに思います。で、それだけではなくてね、見ている方々、見てくださっている方々でも僕より上手い方いっぱいいらっしゃると思うので、もしよければコメント欄の方に、まあ、コツなど、アドバイスなどを書いていただけたら嬉しいかなというふうに思います。今回の動画は以上となります。ぜひ皆様のチャンネル登録、高評価、コメントで応援いただければ嬉しいです。また次の動画でお会いいたしましょう。